サントメール・エグリーズ、またはサントメール・エグリーズはフランス、ノルマンディ地域圏、マンシュ圏のコミューン。コミューンは1944年6月6日のノルマンディの戦いで最初に解放されたフランスのコミューンの一つである。カランタンから1 4トル、サンローから3 7トル離れている。コミューンはマンシュ圏のコミューンだけと境界を接している。 メルドレ川がコミューン内を流れる。コミューン内を南北に国道13号線が通っている。バス路線を通じて県内の他コミューンとつながっている。ラテン語化された綴りで、サンクテ、マリエエケレジア、エケレジアでサンクテマリア、セインクトマリグライズとかつて記された。フランス語のサントマリグライズがサントマリエイグリーズとなり、サントメールイグリーズに変わった。確かに、 古い綴りはマリアに関連していることを意味しているが、母なる教会を意味する、ラテン語マータエケレジアが語源である、ウールイコールエイコールロワール県のメレグリーズとは関連がない。フランス革命後の国民公会時代には、コミューンはメールリーブルの名を採用していた。11世紀初頭、サントメール教会に最初の意思が置かれたということは、すでに教区が整備されていたことを意味している。 400年後、教会はゴシック様式建築で完成した。第二次世界大戦前までは、教会広場で、甲子の市が開かれていた。この市は1973年に再開されている。村は、プラン地方の中心にあたり、大西洋岸にも近く、市がローマ交通網の恩恵を受けたのと同様に思想の普及も推進された。その歴史は、 ノルマンディ上陸作戦で有名になるはるか、昔から始まっており、1199年から、ロンドン司教であったギオームとサントメルエグリーズ、100年戦争中の14世紀、イングランド軍の侵攻、国史病流行、ユグノー戦争、17世紀の大幅な、新教都コミュニティの存在、1789年の革命、1796年のフクロウ島と、 狩猟ブリックビル施釈の処刑、ナポレオン時代、フランス第二帝政時代の自治体などがある。教会の後ろには、正面の泉があり、皮膚疾患に効果があるとされ、巡礼が行われていた。1944年6月に撮影された、サントメールエグリーズの航空写真2006年に、人形で再現された、教会戦闘に引っかかった。 落下三兵フランスの戦いの最中である1940年6月18日、ドイツ人は村に入り、村役場に巨大なハーケンクロイツキを掲げた。ほぼ4年間、サントメール・エグリーズは占領されていた。すぐに、船でイギリスに向かおうとした愛国者が、有罪判決を受け処刑されたことを知らせるポスターが、貼られた。1944年6月5日午後11時。 教会広場の反対側にある建物で火事が発生した。消防士たちと住民たちは水を入れたバケツを手渡しして消火に当たり、それをライフル銃で武装した50人のドイツ兵が監視していた。突然、村中の機関銃が一斉に射撃を始めた。夜空はたちまち落下山兵を乗せた飛行機でいっぱいになった。 これらは、ノルマンディの戦い最中にサントメルエグニーズに降下しようとしていたアメリカ軍であった。主に、アメリカ陸軍第82空挺師団からなる1万5000人の兵士たちが村とその周辺に降下した。降下のミスのため多くの第101空挺師団の落下山兵たちも混じっていた。ドイツ人たちは地上に降下してくる落下山兵たちを銃撃し、彼らのうち1名が、 火事の方向に向かった。落下3兵の一人、ジョン・スティールは、自らのパラシュートが、境界の先頭に引っかかってしまい、2時間もそのままの状態で置かれた。彼の足元では激しい戦いが行われていた。夜の12時30分、落下3兵クリフは、ドイツ将校が宿舎としていた住宅の庭の前に落下した。そのドイツ将校は落下3兵を見つけたが、住宅の持ち主が、 ドイツ将校に彼を捕虜とするよう頼んだため命を救われた。ドイツ将校は後に落下山兵に対して降伏した。広場の端にある菩提樹の木に降下した落下山兵たちやそこに吊り下がったままの兵士たちは全員殺された。この夜の様子は映画史上最大の作戦にも描かれている。午前4時30分、町の中心部は 第82空挺師団が制圧した。サントメール・エグリーズは空から解放されたフランス最初のコミューンとなった。ユタビーチからの増援軍はすぐにサントメール・エグリーズに集中した。サントメール・エグリーズは6月6日から6月7日にかけてのドイツ軍の砲撃によって大勢の民間人と軍人の死傷者が出た。1944年8月1日。 ルクレール将軍が指揮する自由フランス軍第二機構次団がユタビーチに上陸しサントメールエグリーズを通過し住民が彼らを温かく迎えたその後第二機構次団はアブランシュ奪還のためコブラ作戦に参加した参照元1999年までイヘス2000年以降 INSEE ハットサントメールエグリーズと同様に サントマリー・デュモンとヌービル,イコールオープランも、フランス本土で最初に解放された村の称号を請求している。最初に解放された村が、カルバドス県のランビールであるためこうした主張は誤りで、ある。ありがとうございます。